で、うん、その話をまたね、またちょっと聞きたいです。あ、よかったです、はい、よかったです、うん、じゃあ、はい、早速大丈夫かな、ヒロミ、うん、ちょっとタイマーをこっちでも、じゃあ行きますね、はい、じゃあどうぞ、はい、時刻は10時半を回りました。8時の戸締まりの時間です。でこの番組ではメッセージを募集しています。 MC は私ハジチと、はい、ミキサーのモナミです。はい、よろしくお願いします。でメールアドレスは、797@fmginowan.com、また、FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。でツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてください。でまたスマホの場合はアプリリッスンラジオまたはマイチューナラジオをお聞きください。でパソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますので、よろしくお願いします。はい、ということで先週始まった、うん、番組もあっという間に2回目になって、はいはい、今日は収録放送なんですけれども、先週どうでしたか？はい、生放送ね、はい、大緊張でした緊張でも今日収録っていうところなのかわからないんですけど、はい、なんかなんだかちょっと、それとも3回目だからなのか、はい、なんかちょっとなんか慣れた感じよくわからないけどでも最初にゲスト出演したところも含めると、うん、もう4回目くらい、4回目くらいになるの多分3じゃなかったっけ、3かな、あ、まあ、そっか、あの日本撮りをしたじゃないですか、あ、だった全然忘れてた、はい、そうでしたね、あっという間に、はい、もうおかげさまで、もうありがとうございます、すごく、はい、楽しいかも、本当になんかわからないけど、あ、でもよかった、緊張しながら今日もまたね収録っていう形ではあって、はい、まあお話しさせて、ね、おしゃべりめめめって全然してるけど、多分収録の方が楽しんだのかな、なのかな、なのかな、やばいぞやばいぞ、はい、出まくり、 G 出まくります、そうそうそう、はい、隠してるから、じゃあ今日は、うんうんうん、先週結局話せなかった、なんていうんですか、はじちさんの、はい、その名前の由来とか、はいはい、なんでこういうことをするようになったのかっていうんですかね、うんうん、あ、するようになったのか、うん、ところをなんかちょっと聞きたいなと思います。なるほど、そっかそっか、受け分かれました。その今ね活動して、まあ、野望を、するにあたってどうした方がいいのかなと思った時に、そのハジチっていう言葉が降りてきた、うん、でハジチしてるおばあなんてこの時代もいないのに、え、どういうことなんだよと思いながらそのまま放っておいた、うん、でもそしたらものすごくハジチの話がいっぱい来る、うん、もうなんでこんなにまで来るんだろうと思うぐらいハジチの話ばっかりがあって、でそしたらそのね、しばらくしてたこう左肩の方がちょっとやっぱり気になってきたので、ちょっとパッて見るとこうハジチをしてる店員があったので、うん、え、これは何だと思った、うちのひいばあちゃんだったみたいな話、そうそうそう、でうちひいばあちゃんまた母方の方なんですけど、離島の方なんですけど、あのボランティアの方でノロみたいなことをやってたので、だから、ああ、もしかしておばあのメッセージなんだっていうふうな形でちょっと思った、うん、でそれから、まあ、一応ハジチってなると、まあ、いろんな文化でね、いろんな話があったりとかするんだけども、うん、どうしよう、そっかと思いながら、またこれもまたしばらく置いてたんですけど、たらうちの母の方が急に、
大きいおばあちゃんって言い方してるんです、私たちって、うん、大きいおばあちゃんはさんみたいなことを言い始めたので、恥じちをするのが夢だったんだよね、憧れみたいな感じだったんだよっていうふうに言ったので、何を話をするんだろうか、別に一緒に住んでるわけないのに遊びに行ったらね、そんな話を急にし始めたので、うーんって思って、でそれで中の方には何だったっけ、八重の方でもいろいろとね、まあ、戦争があったりとか疎開とか、なんかそんなしないためになんか傷つけたりとかって話もなんか聞いたりとかしてたりとかしたけど、おばあ的にはその結婚したと証になるから、うん、それがすごくなんかワクワクする感じだったって、うん、でまた家庭を持つことでやっぱりそこの方をまた意識してするっていうことになるのかな、うん、だからそういうこともあって、それがワクワクするということを言っていたので、で後から話が、ね、聞いたら、その憧れ、若者の憧れファッションの中の一つだったみたいっていうのもなんか聞いたので、おお、そうだったんだと思って、だんだんそれがワクワクなってきて、おお、じゃあそのままハジチにしようと思って、そのハジチにした感じ。そうです、そういうワクワクみたいなところから、うんうん、撮ったってことですね。そうです、そうです、そうです。そう、あ、このワクワク感覚、うん、面白いかもっていう感じで、そうなって、そう感じて、それになった感じなんですけどね、はい、何言ってんだかこの話聞くまでは、うんうん、なんかそういうハジチイコール、うんうん、そういう、なんていうんですか、入れ墨、うん、みたいな、なんかどちらかというと現代的にはあんまり、うんうん、良くない、なんていうんですか、そういうのは入れ墨とかみたいなイメージだったので、うんうんうん、なんかそういう嬉しいことみたいなイメージがすごい新鮮ですね。あ、なるほど、うん、そういえば昨日の方もなんか言われたな、ハジチってあんまりイメージないですよねっていうふうな形で言ってる方がいらっしゃいました。え、それどんな感じですかって聞かないで、そのままハジチっていうのをなんかでつけたらこんな感じだったんですよっていうふうな私話しちゃって、そう、あれどういうイメージだったのかなって聞くんだったと思って、後でちょっと思った。結構じゃあ聞かれるんですか、こういうお客さんとか、うん、どういう意味ですかとか、結局ハジチって言ったらね、イコール入れ墨っていう感覚の方が多いから、うん、はい、私個人でフェスもやってるんですよ、私の生徒さんがいるので、生徒さんのフェス見た形でハジチって看板出したりとかしてると、ハジチってこういう感じでなんか話しながら行く後ろ姿の、お母さんたちと娘がやってて、おお、うちたちのところで話してるみたいな、これかみたいな、そう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 、それはそうだよねと思って、なんか私入れてるのか、入れてるかでもパッて見てみんな対面して目つぶってるんだけどねどういうことだよみたいなよくわかんないけど、そうそうそう、そんな感じで、それでハジチにして、はい、そう、屋号をハジチにして、そうそう動いてる感じですね。で、県外の人とかは、うんうん、もっとわかんないですよね。ですよね、ハジチ何度ハジチラっていう、そうそう、それは方言だ、なんか全然関係なかったね、はい、うん、そうそうそう、そんな感じで、はい、うん、いろいろそうですよね。ハジチさんとして活動して今どれくらい、どれぐらいなんですかね、5年6年それぐらい前後ぐらいですかね、そうそうだと思う、ね、フェスもするくらいだからね、なんかその前に生徒さんの方も、結局生徒さんってのはまたみんな自分のクライアントさんなんですよ、うん、あ、はい、もともとは私のクライアントさんだったっていうところ、はい、うん、それで結局本人がやっぱりね変わっていってるから、その体感がやっぱりすごいみたいで、はい、自分で言ってるけどあ、そうだろう、なんかこういう先週もその自己紹介の時に、まあ、霊能者ですみたいな言ったじゃないですか、うんうん、で霊能者に生徒がいるんだみたいな、ウケるよねって思ったんですけど、これはなんか誰でも、なんていうんですか、この学べば、うんうん、そういう感じの浄化、うんうん、はできるものなんですか、うん、そうできますよ、もともとみんなね持ってるものに対して、はい、考え方としては、まあ、霊能者ってねちょっと昭和的なチックな感じであるけど、うん、結局入り方はスピリチュアルになるんですよ、うん、私の方は、うん、だからもともとはそのほら大元のみんな同じ感じのね、エネルギー体の方で意識も一緒で、うん、宇宙の方のその愛のエネルギーっていう形のなんか、まあ、いろんな言い方されますけど、だったものが結局は自分たち感情の体験に来ているので、うん、ね、地球見たらいろんな、うん、
あの、うん、ねえ、なんだこれ感情感情感情のデパートよく飛ぶんだよね、なんだかな飛ぶわけなんだかなって感情のデパートデパートですよね、盗聴の日で表現してるんですけど、なんて憎しみって何みたいな、嬉しいって何ねみたいな、わおみたいな形になるじゃないですか、はい、その周波数をくっつけて、うん、まあ、体験してるっていう感じになる。でそれを、まあ、探ればその、まあ、いわゆる前世とか過去世とかって言われてるところの方での、まあ、消化されてない感情がまだあったりとか、これが信念観念だからものすごく固く深いところの方で塊であるんですよ。なかなか解けないよね、はい、大きかったりとかするんですか、サイズ。あ、サイズも結構大きかったり、他の多次元とか、はい、も含めたらもっとすごいですよね、うん、私の中ではですよ、はい、私の中ではそうそうそう、やっぱりセラピストさんのその見える立ち位置って全然違ってくるので、うん、だからそれが悪いとかいいとかってわけではなくて、はい、その人がその周波数を取って受け取ってそのお伝えをしているっていうことだから、うん、正解とか不正解、不正解、え、違うだった、うん、なんかそんなのない、あ、もう全然ない、見え方それぞれみたいな、うん、それで OK、 そうそう、だから間違いもないから、はい、あのそれを受け取って、うん、お伝えをしてたりとかするんだから、うんうん、何が痛い、いいよね横がまた飛んじゃったまた飛んじゃったやばいやばい、はい、コメントが来てるんで、うん、あ、そうなんですか、収録なんですけど、収録してる時にツイキャスの配信をしてて、はい、武蔵さんという方からコメントが来ます。はじつさん、ミキサーのまなみんさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい、あ、しょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です、うん、この番組は初見の武蔵と申します、うんうん、この時間帯に収録しているのということなんですけど、普段は、うん、あれですよね、水曜日の10時半に生放送をするんですが、うん、今回は収録放送という感じです、はい、来週も収録ですね、8月から生放送、ね、そうですね、はいはい、生放送で楽しめるかなと思います、うんうん、武蔵さんから、はじつさん霊感とかありますか、さっき霊能者の話だったので、うんうん、ある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 霊感っていう、うん、なんですか、あれになるなんですか、あ、そう、私の方としては霊感的なものも一応あるんです。でもオンオフがちゃんとあるので、でオフの時の方は別にあえてそこにフォーカスして見なくてもいいわけですよね、うんうん、だからいるんだったらいる感覚あるんですよ、もうなんか鳥肌みたいな感じだったり、うん、例えば人になんかついてたりとかする時もそうだし、うん、ああついてるのかなぐらいの感じ、うん、いるのかなみたいな感じだから、あの匂いもあったりとかするんですよ、面白いことに、うん、面白いって言っていいのかなだから結局例えばですよ、はい、でこのお部屋の方がということで生臭いとか、うん、あ、匂いそうある時にでそのパッてピラッて自分のこの霊感的な感じのものがあったりとかすると、うん、わお、いるのかと思ってそこフォーカスしたらぬめっとしたものがいたりとかする。でそこを浄化したら面白いことに匂いも消えるんですよ、うん、へえ、うん、だから五感も大事、視覚的なものだけだと思ってましたね、うん、匂いもある、そう、五感大事、うん、そうそう、そんな感じもあったりとかする。へー、そう、それもお客さんも体感してる、うん、このお客様の自宅だったんですけど、はい、この部屋がどうしても入れないというところがあって、うーん、そうです、うん、と思いながら、うん、でそれでちょっと意識を向けたら、そう、ぬめっとしたやつがちょっといたので、うん、ああ本当だと思って、でそういう浄化をするっていうのだったら、わ、匂い消えたんで分かります、本当だみたいな形で2人でそうやったっていう感じ、へえ、っていうこともありました。そんなのもあるんですね、うん、うん、じゃあここで一旦曲に行って、うん、ちょっと後半またいろいろお話を、はい、聞いていきたいなと思います。はい、武蔵さん、ありがとうございます。じゃあ曲紹介をお願いします。あ、そうだった。曲紹介、ポーさん。曲紹介、あの、英語好きなんだけど、英語の曲好きなんだけど、好きなんだけどさ、この読めないんだよね。ディランディランね、ディランディランね、ディランディランの、そんながそれみたいな、それでもいいんだよね。はい、よかったよかった。これはちょっと大丈夫。セーバープレイヤー。はい。うん、お願いします。
だんだんいい、はい、私の色が出てきた。あ、こんな感じでいいですか。こんな感じ。いいかもしれないですね。今週と来週収録して、うんうんうん、その色を出して生放送に出る。ちょっとなんかね、はい、あの落ち着いた感じでね、うん、はい、生放送の時はそうであれでしたよ、ほら東京の私の生徒さんが来るんですよ。あ、そう、ゲストの方で。でしたね。はい。だから余計また、また、なんか、なんかなんてるかもしれないし。たまたまですか、東京から。そう、たまたま来るタイミングがあって、はい、あれ水曜日とかぶる、いつ帰りますかと思ったりとかして、うん、え、水曜日出るみたいな。うん、この私の8時のみんな、うん、グループのメンバーがの LINE があるんですけど。行きますみたいな形、ちょっとなんか口数を少なくしますみたいな感じで、口数少ないからちょっと大きくするだったかな、なんか言い方してた。あ、 そんなことをどの口が言ってんだって送ったけど、いやでもいいですね、さすがに口がペル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 みたいなね。そうそうそう、8月はそんな感じですかね。いいですね、楽しみにしてます、ね、そう、こんなギャグで大会しながらでいいですか。あ、いいですか。それしかできないですか。いいですか。それで全然もう、もうキャラを出してもらって、はい、もう、うん、キャラ出したい、はい、ちょうどそう出したいってところを探してた、はい、うん、したら本当にいいタイミングでしたね、うんうん、どうやって出そうみたいな感じなんですか、うん、あの本当にアホするのが好きで、うん、なんだけどなかなか出せないさ。お家ではなんか何やってんの？でお母さんみたいな感じで。いいでもそんな感じかなと思ってました。いや、お父さんがアホするからね、旦那がね。なんですか？なかなかあんまりなかなかちょっとね。アホするイメージが あったでしょ？ないないですけど。ないないないけど。アホするからやっぱりちょっとね。PTAの番組だったからね。そうだね。うん、そうそうそう、あるからやっぱりちょっとね。うん。ではあったりするんだけど。はい。はい、面白い。じゃあ武蔵さんからのコメントをちょっと後半読みながら、うん、はい、なんかそういう話をちょっとしていきましょうかね。はい、分かりました。武蔵さんありがとうございます。はい、これはちなみにちっちゃい時からあれなんですか？ないないない。ない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 。急に？急に。へえ。自分の内側を見せられるような出来事が起きたわけ、人間関係で。考えさせられる、はい、っていうこと、うん、でも、ものすごく人間不信になっちゃって、とても自分のことが大好きだったので、はい、で、出れなくなって、それからか、それがしばらく経って、なんか外に意識が向き始めて、うん、なんかこんなの探してる自分がいるんですよ。無意識に。うん、それとずっと動いてて、うん。ってなったのが、うちの友達でもあるんですけども、うん、埼玉の方にこのスピリチュアルの育成教授がいるんですよ、うん、で彼女の方がものすごく気になって、はい、でも直に行かないといけなかったんだけど、うん、それがどうにかズームでお願いしますっていうことから、うん、ズームで1年間通ってっていう形で講座を受けて、うん、そう、それからパン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 って面白かったです。すごいタイミング良かったんでしょうね。でしょうね。いろいろ経験しないといけないですよね。デジブルになったから。今の言うからね、見えないよね。そう、これからなんかガフってなる。あ、でもそれも大事だね。そろそろちょっと曲を探りますね。はい。あ、何だったっけ。あ、すいません、はい、お届けしてます、ね、お届けしてます、はじっちの戸締まり、はい、またとね、また忘れてた。だから今またまなみさん見てしまった。何だったみたいな。はい、あっという間にもう後半なんですけど、うん、ね、あの武蔵さんからちょっといろいろコメントが来てて、さっきの、ね、あの霊感ありますかっていう質問に加えて、うん、FM 機能の地下の駐車場出るって聞いたけど、うん、遭遇したことがないので僕は霊感ないかもってことで、うん、ああ、いいと思います、うん、いいと思います。はじちさんは怖い話とか好きなの？暑い季節なので涼しくなるからね、うん、っていうことで、僕のダジャレが好きですか？あ、いいと思います。わっしょい、私もわっしょい好きなんですよ。マジで好き。そういうこの間のね、あ、誰だった、あ、トニーさんのところのわっしょいって、はい、ね、あったから、そうそうそう、
うちワッショイ好きだけどみたいな、はい、よくなんかこうインスタとかワッショイって入れたりとかしてたわけカタカナでっていうことで出てきたから、ワッショイなんかわかる、そうなんかわかんないけどなんかワッショイなんかよくわかるけどなんかワッショイとか、そう LINE 送った最後ワッショイとかね、よくわかんないけどよくわからない、はい、んなんかそうやってワッショイを入れ、うん、たくなる時がある、なる時があるワッショイでわからないけど漫画をシリーズ漫画をしましょう今カメラ目線した出てきた出てきた、そう、そのままもう2時間ぐらいいけそう、はい、特番召喚だからねあやべやべ、ね、まず曲の途中で、うん、曲の間に私が猫のハジスさんにあのちっちゃい時からこうやってこの霊感あったんですかって話したら、うん、で実はそうではなくてっていうところだったので、うんうんうん、でそれで後からなんていうか持つ人もいるよね、いるんですね、うん、だってうちの先生の方も結局転勤で、まあ、ここに来てたんですけど、はい、ここでそれが開花したので、そのまま戻ってそのまま育成教師みたいな形だったりとかしているから、はあ、そう、うん、大人ってでもそういうのなりやすいとかもあるんですかね、なんか人もなんか聞いたんですよ、そういえば多いですよね、それは分からんけど分からんけど、でもちょでもみんな呼ばれてきましたとか、なんかそういう風な話の方はやっぱり私の方でもバチラホラ聞いたりとかするから、やっぱりそういうのあるんだろうね、そこにね意識向けたことないか分からんけど、わっしょい今ちょっとだけちょっとだけわっしょいちょっとだけわっしょいちょっとだけわっしょいやばいやばい。どんな面白い。やばいやばい。で、まあ何をアジスタはじゃあ実際してるのって言ったら、そういうところを見て、浄化してるんですよ。そう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 。ああ。生徒さん何名いるんですか。何名かな。20。すごい20何人かな、ちゃいますね、うん、なんか最近なんか今なんかね、あのちょっと今全然やる気ゼロで私が全然募集かけてないんですよねでお声の方もね、うん、あるんだけど、はい、少々お待ちいただけますか、ちょっとまた私の方がちょっと気分が全然なんかあるので、気分が乗った時に、ね、うん、そうわっしょいっていうことで、ね、また名場攻撃だった今出た出たなんで名場攻撃って言ってるんですよね死に口なんだよね、うん、そうそうそう、はい、高野さんからも今コメントきました、うん、こんにちは2回目ですかということで、あ、ね、2回目のそう自分の番組を持っての2回目ですか、はい、収録の時からしたら3、4回目、そうですね撮りましたね、どんどんキャラが、そうキャラがだんだん回やっと自分が出るぞみたいななんか自分をこう発信できる場所を探してたみたいな、うんうん、そう本当にちょうど思ってた時で、うん、それで収録お願いします、あのラジオ番組ちょっとなんか気になるのでちょっとあの出させてくれませんか、うん、でトニーちゃんの方にお願いして、うん、それが1ヶ月後、うんの収録だったんだけど、はい、いいですよっていう形そこでお願いしますって言ったんだけど、その期間の方に、うん、急になんか自分を出したいっていうのがなんか出てきて、うん、そうだよそう自分のこのアホキャラを出したいっていうのがすごくなんか出てきて、わしゃわしゃでしょでしょ死にっていうどんな感じのやなったか、そうと思ったから、うん、と思った時、そうそうそう本当になんかタイミングいいタイミングで、またね番組も持たせていただくことになっちゃって、こういうタイミングあるんですねやっぱそうですよね、やっぱりねタイミング、そうその後にまたタイミングがあってまた繋がったりとかね、はい、いろいろと後々、うん、ああこういうことなんだっていうなんかスピ的な感じのがまたいろいろあったりとかもする、うん、はい、面白い、はい、あ、もうあっという間にこれ3分2分かくらいになりました、あ、高坊さんから初回も堂々としてましたよ、本当ですか、ありがとうございます初回あれですよね、え、選手のことですか、あ、本当ですか、うん、で結構でも緊張してなかったですよねみたいなことはなんか他の方も言ってました、なんか全然本当ですか、トミーさんかな、うん、いや
いや、デイジ緊張してたね。デイジってあの、とってもっていうことでさ。うちの方言までよくわからないけど、たまに入れます、はいはい。じゃあ、こんな感じで、ね、あのもう毎回面白い放送で。もう収録にしようかな、もうなんかもうね、なんか収録の方がなんか緊張感もないような感じで、なんか、ね、まあ。ちなみに来週もね、収録放送なので。そうなんですよ、収録なんですよ。はい、そうそう。で、また8月はね、生放送の方で、はい、ちょっと行きたいと思いますんで、はい、その時は、また生徒さんで、はい、が、ちょうど東京から来るので、その方にも出ていただこうと思ってます。うん、はい、なので皆さん、またぜひぜひ、うんうん、コメント、メッセージ、うん、覗いてお待ちしております。はい、お待ちしてます。はい、ということで、じゃあまた来週ですね。うんうん。はい。タイマーになっちゃった。やばいやばい、もう早く閉めなきゃ。閉めなきゃ。ありがとうございました。はい、あれ、あ、なんだったっけ、なんか言うよね。なんか、あ、じゃあお相手はを言いましょうか。お相手、本当だ。本当だ。お相手は、ハジチと、ミキサーのまなみでした。はい、ありがとうございます。また。OK です。高坊さんも、武蔵さんも、本当にありがとうございます。楽しかったです。ね、楽しかったです。はい。あ、面白かった。あ、面白かった。お疲れ様でしたって来てますね。本当ですか、うん、ありがとうございます。いや、もう楽しかった。あ、よかったです。